はい、はい、はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。そして新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでキコーナチャンネル関東版2017年一発目、1月4日水曜日24時になりますが、本日はキコーナ平塚店よりパラ平塚始めたいと思います。よろしくお願いします。いやいやいや、ということでね、もう2017年ですよ、もう、はい、そうですね、その一発目がね、平塚ということで、一発目っていうのがもうプレッシャーが半端ないですね。いやいや、大丈夫大丈夫、ガクガクブルブル、大丈夫、なぜうちなんだって、うん、いやもう我々だったら大丈夫ですやっていけるね、頑張りましょう。もう今後の気候のチャンネルをね、もう担う方さここということで月1だけどここってことね。いや一発目がね、月1あるかないかね、そう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 、ハゲとデブ2人でなんか申し訳ないなって感じがしますけどね。いやいや全然ってことね、まあ、そんな感じでね、本日もやっていきますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でもね、今日から1時間配信が寂しい。そうなんですよね、今日から1時間配信になりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、アズルと著作会ということで、じゃあまず告知。はい、はい、ではですね、こちらですね、明日もですね、当店9機種56台、はい、ジャグラシリーズご用意してご来店お待ちしておりますので、はい、ぜひご来店くださいば、はい、お願いします。で、こちらですね、はい、はい、1月10日、当店、寝台入れ替え予定となっております。はい、はい、で入る機種がね、こちらにも書いてあるんですけども、ソフトオンデマンドが、ミドルと、アマネジ、はい、2種類の機種入ります。はい、であとは海ですね、はい、はい、海も入りまして、スロットコーナーから、弱虫ペダル、はい、シスタークエスト、モンキーターンと、はい、こちら3機種導入いたします。はい、あれあれが乗ってるかね、上上あ失礼しました、やっぱ忘れてた、はい、メインの2機種ですね、はい、はい、戦後5度目と、はい、モンスターハンター、はい、はい、はい、こちら2機種も導入いたします。はい、はい、はい、さらにですね、バジリスク3が、5スロー2スローに新登場ということで、はい、そうですね、こちらもですね、ぜひご期待いただきまして、1月10日ご来店いただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう新年から元気に営業ということでね、よろしくお願いします。はい、ということでね、それでは本日の内容に入りたいと思います。本日はですね、何をつでしょうか。なざがろう、かわいい、かわいいまあ実際かわいいかどうかわかんないけどねがガルなんでね、はい、ということでね、本日はアナザーガルの方ね、はい、新年一発目打っていきたいと思います。はい、お願いします。一応まあ対決というかね、そうですね、あのよくやってるやつで、はい、3人で、まあ、1時間しかないので、はい、はい、で、まあ、負けたらテンション跳ねということで、はい、本家ですよ、はい、うちが本家ですよ、はい、という感じでね、やっていきたいと思いますので、皆さん本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、 CM 入れまーす。お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。町の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということでね、お待たせしました。それではね、アナザーから打っていきたいと思います。よーい、スタート。はい、はい、ね、いやもう1時間ですからね。そうですね、より濃い、より濃い内容にしたいですよね。濃いね、はい、濃い激しい感じにしたいと思いますんで、はい、 おにぎりはこうとね、平塚店の皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いしますね。今日から1時間半しか寂しいってね、平塚来たお兄ちゃんをずどうもとね、1時間放送当たり見れるんやるか見せてやりますよ。そこですよ、任せてください、ね、こんだけね、ここで今日平塚の調子をね、見たいと思いますから、任せて、1時間で当たるかな。1時間しかないんだから、チンタラ打ってないで30分以内で当てる気でいろいろと、ありがとうございます。頑張りますよ。そうですね、さっさと当てたいですね。はい、で、1時間って言うけど、実際は1時間30分ぐらいはやるんでしょう。いや、1時間60分前、あの放送全部で、オープニングエンディング含めて1時間ですね。そうなんですよね、はい、60分なんだからぴったり始めろやってね、シャッシャ大使と、すいません、すいません、あげましょう。それについてなんか、はい、一言あれですか、おにぎりさんから言ったことですか。あるんじゃないですか、謝罪が誰のせいだって。いや、ちょっとね、ごめんなさいね、あの私のね、ちょっと携帯がね、はい、絶好調だったというかね。そうですね、いや本当すいません、ちょっとね、最初ノイズが乗っててね、なんだなんだっていう、ずっと探したらね、俺の携帯だったということで、本当に申し訳、びっくり。ね、元旦に平塚店で お守りもらったんだけど、これってちゃんとしたものなんですか。どこの神社に、どこの
時神社でいいのかな、 あんま深くに持っていけばいいんですかとかね、いや、うちに来るときにね、持っててください。そうですね、はい、ゆで卵とデブとゴミだとね、秋山、おめでとうございます。デブとゴミ、はい、ゴミがどっちかによる。ね、左の方、お手首が透けてますよとかね、うるさいですよ超赤いお手首透けてるみたいなね。ハゲル久しぶりと。お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。そうですね、前回自分いなかったっすからね。そうですね、2ヶ月ぶりくらい。はい、お疲れマンターで、しょっぱな1時間以内で当ててくださいね、頑張ります。任せてください。はい、平塚放送好きだから待つよ、ありがとうございます。ありがとうございます。当たったんじゃないか、もう赤いし。そうだろ、はい、新年早々、赤いし、あ、青だ。新年早々、上野の某を大型ホールでよそ見してたら、はい、おじさんの積んでいたドル箱をひっくり返してしまいました。いやー、つらいね。それやっちゃった。つらいけど、どんまいです、それはね。どこ見ていいか分かんなくなるのね。本当に、いっちゃいそうなのね。枠自体が1時間しかないから、1時間で強制しているの。そうですね。はい、はい、乙女は何百台導入ですかと。何百台。乙女は、乙女。どこぞの秋葉原の店ではないので。あ、なるほどね。4台です。すいません。はい、4台です。はい、はい、アズール先輩、差し入れの、おせちの栗きんとん、美味しかったです、ごちそうさまでしたって作ったんだ、正月。そうそう、上品な仕上がりになりましたよ。気持ち悪いね、あれがね。はい、こらこらこら、ね、その後、玉を拾っておじさんに土下座して謝りましたよ、ついてねえとかね。それはついてね。そうですね、ね、どんまいです。はい、新年一発目がおにぎり MC という大惨事に聞こうなの皆様、ご愁傷さま。全然全然、まあ、僕もね、やっぱあっちゃんがいいんですけどね。いやいやいや、もうテンションが下がる。違う違う、もうあっちゃんもうね、最近もう多分長くないんじゃないかな。あっちゃんもう多分長くないんで、もうすぐ俺にもう転がり込んでくる。いや、ね、だってもう最初ね、あっちゃんが放送でね、うん、後ろでおにぎりがね、はい、サブでついてきた時にとってね、もう態度が違うもん。いやいやいや、もう全然全然、もう今となってはもうね、もうほんと気候なの中枢。はい、ありがとうございます。首、はい、初打ち 50K ガロに預けてきました、どんまいですね。あ、はい、私もね、パイセン松浦さん、おにぎりあげました、おめでとう。今年もよろしくお願いします。俺だけさ、はい、名前なの本名なの。詳しいですね、詳しい詳しい。はい、びっくりだよ、ね、不二家当たらないから首になったのかってことね。そうなんです、今日はちょっとね、お休みということで ね、年末年始だから忙しいんですよね。そうなんですよ、タイミング的にね、はい、今日しかなかったということで、はい、あ、今日初めて松戸店行ったけど大盛況ですね、はい、あと、ヒコバスの運転手が超機嫌悪かったですよ。嘘でしょ。本当ですか。いや、そんなことないと思いますよ、ね、ますよ。はい、超八回久しぶりだな。久しぶりです、ね、久しぶりじゃないでしょ。でも前回出たよ、ね、出た、ね、そうでもないよ、ね、うん、あの無駄に化け物語当たってね、そう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 、お前じゃないって言われ続けて、そう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 、あんだけ当たってるのに誰も触れな い、ね、ひたすらにディスられるだけっていう。かわいそう。はい、チョさん、クリスマスは楽しかったですかと、ね、クリスマス、まあ、何、なんか予定入ってたの。いや、本当はですね、ダンスのイベントがあったんですよ。ダンス、はい、出場するイベントが、え、メンバーがですね、インフルとノロで欠場です、はい、もうしょうがなく朝からもう一人であれですよ、もう東京の方までうろうろと遊びに行くだけですよ、はい、何踊る予定だったの。あ、普通に昔からやってる、え、何、あ、もうただただダンスですよ。昔からやってるんで、10年ぐらいもやってるんで。あ、そうなんだ、はい、全然それを感じさせないボディですね。でしょ、うん、でしょ、はい、踊れる、すごいですよ、踊れるデブ、ね、うん、仕事サボりたいからおにぎりが社長をちょろまかして1時間に短縮させって、本当ですか。違いますよ、おにぎりのせいなの、これおにぎりのせいなの、はい、マジかよ、おにぎりのせいだな。おにぎりはその時点で罰ゲームってね。今日はエヴァンゲリオン11で2380ハマりって、タンでした、死にたいです、わら。それはかわいそう。それはかわいそう。319で2000はちょっとへこむよね。それはかわいそう。でも、僕の家の近くの、はい、前ウルトラマン太郎なんですけど、はいはいはい、1日で4500ハマってましたよ、ね、4500、うん、いつ当たんのこれ。まあね、ありえなくはないから ね、 ね、可能性的にね、本当にひたすらに引かないっていう、うん、だから確率で言うとすごい薄いんだけどね、うん、そうですね、その薄いとこできればフリーズとかで引きたいよね。あんまり薄いとか言わないと思いますか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、いや、もうね、やっぱ2017年は1時間ならやっぱ濃いね、はい、濃い配信にしたいですね、うん、そうっすね、はい、濃いのにしましょう、濃いね、濃いのに、もう本当に、はい、あ、年末年始いっぱいお客さんがいて安心したとかね、ありがとうございます。そうですね、結構今日もうちも来ていただいて、はい、
もう私も汗だくになってましたもん。あ、いいですね、ありがとうございますね。皆さん明けおめーと、明けましておめでとうございます。はい、あれ藤田はってね、藤田お休みです、ごめんなさい、はい、申し訳ないです。はい、さよならマックス、こんにちは新規純喜ですね、君は続かない ねとかね、どうでしょうかね、そのあたり。この間なんか、はい、うちでびっくりしましたアナザーガロン20連ぐらいしてて初。あ、そうまあ結局はね、やっぱまあ引きです ね、うん、まあ、引き本当に。でも最近あの、まあマックス新基準もあれですけど、はい、アマデジで割と尖ったのが、あ、そうですね、それこそあの最近のあれで言うとあのレッカー、レッカーですね、あれ尖ってますね、あれだいぶ尖ってますよね、あれはいいですね。だからちょっとね、あれ、まあ私5連で、うん、じゃあ6連して、うん、あの各編中だけで6連かましてんのに1回も来なかったっすけどいや、あれ時短で、時短で、時短引きで、時短スケでしょ、そう、時短で引いて、その渋い位置だっけな、うん、20% か 25% で 2400% っす。そう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 、いや、あれきついよ ねまあ夢はあるけどね、夢はそこら辺ありますからね。はい、著白海最近幸せかなとかね。不幸せです。そうですか。昨日は10年ぶりにあの、うん、昔付き合った人から、はい、突然なんか Facebook でメッセンジャー来てなんかテンション下がる。ツボ買わないみたいな。気持ち悪。ツボ買わないじゃないの。いや、もう3通で終わらせます。3通でさよならと終わりました。あ、そう。はい、今日裏がエトゥだよ。あ、今日そうなんですね。あ、本当ですか。そうなんですか。エトゥ店長ね、元気ですか。これはですね、エトゥ店長にあの、はい、新年明けましておめでとうございますと、はい、あの平塚から見えたあの初日の出ですって言っててですね、はい、あのアズルさんの写真送ったらハゲ取るだけやないかとか何そのやり取り知らなかったっすね。いいじゃない、楽しそう楽しそう、ね、何これ何これ、はい、何これ、ゴライン、あれ、なんでもね、全然ダメじゃん、何でもね、はい、松浦さんブラジャーしてるんですかとねしてますね、そういうタイプです。なんで嘘つくだから、ね、アナザーガロってもともと台数そんなに生産してないの、導入少ないけどとかね、 あれでも3万台4万台ぐらいですか。そうですね、そんな少なくはない、ね、少ないわけではないですね、少ないんだと本当ね、数千台とかね、そうですね、 中基地みたいなやつもある。そう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 、はい、ところでなんでトイレに本社の電話番号を貼ってあるの、はい、本社に苦情を入れたい客が多かったんですかと。トイレに本社の電話番号を貼ってある、あ、要はお客様があれでしょうね、はい、あのなんていうんですかね、まあ、要望を言いたいときにどこにやっぱかけたらいいのか、はいはい、お店以外とか、まあ、確かにね、そこら辺のアナウンスのね、そうですね、あれは大事ですね、確かに、なるほど、はい、ねえ、著白海ってキコダンス10年踊ってるのと、あんなもん踊らないあれ最近見たやつ、この野郎、はい、踊ってるのが横にいるんだぞ、そうだよお前、はい、はね、踊れるデブパパイヤ鈴木ですかとかね、そんな感じ。いや、パパイヤさん何言ってんすか、ね、昔超痩せてたんですよあの人あ、そう、あ、昔ね、あ、若い頃はでしょ、はい、それ金、あれ金、これいいんじゃないの、なんか良さげっすね、なんかいい気がするけど、保留普通ですけど、ガチンってくればシュン、あー、来ない、来ないね、はい、こんばんはあれ、今年も小窓に MC、 ん、今年も小窓の MC の頭にハエが止まってます、髪の毛だから、カラスです、いや違う違う、カラスの死体とかでもないし別に、はい、で、アズールプロポーズいつするんですかとかね、明日、誰に、ゼクシーかって、これゼクシー家に置いといたらあれと思うんじゃないですか、うん、絶対思われる、ついに来たーと思う、玄関に3冊並べといてやる、ね、なんか今日あれ偉い、なんか化粧のノリがいいなと思ったなみたいな、ね、はい、おにぎり何か、ん、おにぎりなんかハゲてない、ハゲてない、ハゲてます、ね、何ですか、もう、違う違う違う、ハゲばっかじゃねえか、ね、1年でどれだけアズール先輩が濃くなっていくか楽しみですとかね、あの黒くなって、黒くなって、あれやるから、あの何、あのミリオンヘアまずはミリオンヘアからやってきた、ね、ミリオンヘア、あのね、ミリオンヘアで思い出して、なんか久々に、はい、なんだろう、あの洗面台にあるものをね、ふっと見たら、はい、あのミリオンヘア的なものがあって、はい、誰の、あっつって親父のなんて、ちょっと切なくなった、切ないね親父の見つけるの切ないね、それ切なくなった、ね、はい、アズール店長、 おにぎり茶碗会さん、こんばんはとか、こんばんは、店長じゃないですよ、店長じゃないけど、ね、こんばんは、はい、薄着には、プロペシア飲めばふさふさになりますよ、そんなの聞いたことあります、ね、うちの親父のために調べてた時期があります、あ、なるほど、親父のために、はい、なんでおにぎりでの去年さよならしたはずにしてませんよ、いますよ、はい、絶対金貸してって言われる、あ、 さっきのねあの昔の女ね、はい、で、ライトミドルしか最近打たないな、319で1300ハマリ、して以来打ってないのね、説明、はい、松尾店のキコバスの運転手機嫌悪かったのはマジだよと、発車
発射時間後に乗ってきたやつに対して舌打ちとかの、それは良くないですね。それは非常に良くないですね。そうしておきますよ。言っときましょう。はい、きます。アズール店長、あ、何年後だろう、こんばんは。こんばんは。やってやりますよ。一言余計だな。やってやりますよ、もうね。はい、初詣に髪の毛が増えますようにってお願いしましたが、誰とは言いませんかと。もう絶対俺じゃん。ねえ、あれしました。初詣、あの、行きました？いや、初詣って、はい、どっからが初詣なんですか？いやもう大体1月1日からのじゃないですか。いやもうあれなんですよ、神社には行ったんですけど、あのただ屋台のご飯食べて、はい、アヒルに餌あげて帰ったんですけど、お参りしなかったとこ行ってねえんだよ。なんでお参りしないんですか。なんで肝心なとこ行かないの。それってやっぱ初詣に入らない。ならないよ、ただのもうあれだよ、祭り楽しに来てだけだよ。そうなの。初詣ってないですよ、それ。だけどあれおみくじは引いた。おみくじは、いやそれ初詣未遂ですよ。初詣未遂。それは未遂だから。未遂ダメか。ちょっとそれ多分あんまり効果的にはだいぶ弱怖いですよ。うん、うん、もう何も祈ってない。ねえ、ダメか。はい、おみくじ引いた、私まだなんだよねってことね。あ、僕は引きましたね。アズルも引いた。引きました。ね、松浦君は。私はですね、はい、引きました。あ、引いた。はい、今日でした。今日、うわ、うん、なかなか、ね、これ本当にあんだなと思って。あ、そう、俺小吉だったもん。俺大吉。大吉。ああ、なるほど。持ってるから。ね、だって書いてあることは全と多難。なんか交通事故に注意って書いてある。やばいやばいやばい。やばいね。国道とか歩かない方がいいよ。それやばい ね。はい。ね、あべべ。え？うん、あ、いいですか。はい。はい、まあバスの発車時間内に乗り込んでこなかったやつが悪いんでだろうけど、相当機嫌悪かったですとね。了解です。ダメですね。中村くんと中村くんと西遊記さん、今年もよろしくねってことね。ですね。あっちゃんの中村二人だからね。ね、あっちゃんが一番の MC とかね。じゃあ俺に。じゃあ俺が2番だね。やめんなよ。天と地となの。各編中にバトル勝っても通常って神ってる台ですよね。そうなんですよね。そうですね。バトル勝っても16ラウンド通常。そうそうそう。巨人の星とかもね。そう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 。あれ負けたらね、隠れ各編か通常。それがあるんですよね。ですからね。はい。平塚店では399マックス台をこそっと何台設置してありますか。ないです。もうないですよ。綺麗さっぱりないです。もうないですないです。ね、プロポーズするならゼクシーってね。皆さん、明けおめです。チョハッ、はい、あんなもん、あんなもんって言っちゃダメですよ。今年も放送楽しませてもらいますねと。本当ですよ。1時間配信だとおにぎりが4月まで待つ時間が長くなるの。まあそうですね。多分明日、はい、明日私は怒られるね。はい、明けおめでね、小窓に放送禁止の頭が映ってますよ。大丈夫ですよ。はい、なんでなんでレッカのアーマーやらなかったのとね。あ、今日ですか。あ、今日ですか。そういう感じだった。結構皆さん見たかったですか。あ、本当ですか。ねえ、レッカね、個人的には声も違うし曲も違うしあんまりね。あ、そう。いや、でも3分の1はあれでも絶対最高ですよ。あれねえ、おにぎりおでこやばい。そうでもないですよ。ねえ、あ、いい音。紫、先読み来たよ。先読みねえ、はい、明けおめでね、あ、これなんだね。はい、おにぎりの頭モザイクってね、おにぎりおでこやばいってね、本社におにぎりを首にしてくれて電話すればいいですか。やめてくださいもう。それだけやめてください。もう、はい、アズール全身ボディーソープやからシャンプー代 いらないよね。いや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 、しっかり頭はあれ使ってるから、スカルプ D。 はい、マジで使ってるからね。スカルプ D マジで、うん、しっかり使ってるから。そう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 。マジでおでこ広くなってる。本当ですか。別に普通ですけどね。広くなってるかな。アズールアルバイト退職著白会、先の見えないおにぎり、こんばんは。どうもこんばんは。すごいね。負しかないですからね。はい、アズールパイセン、今年の目標を教えてください。漢字覚えるとか、お菓子のレパートリーを増やそうとかってね。そういう系の目標。はい、目標。なんすかね、やっぱりあれですか。パイさんお菓子作るの。え、パイさんはお菓子作るの。お菓子食べる専門。作る。いや、お菓子作る人。作んの。作んないよ。何なんだよ。作るわけないでしょ。マドレーヌとか作りますよ。なんだこのマドレーヌね、当ててください。了解です。はい、アズールパイセンでもね、薬飲んでふさふさになるの怖いなーとか、確かにちょっとね、飲み薬って怖いよね、なんか ね。ちょっとなんか臭い。でも増えるんでしょ、さっきのあのプロなんとかで。じゃあやろうかな。ねえ、うん、そんなんで増えるんだったら、ね、当ててください。ハゲールお再生しなさいってね。こらこら。おにぎり君、あけましておめでとうございます。いつアフリカから帰ってきたんですか。そもそも行ってねえから。飛行機乗ってないから、年末年始ね。はい、中村さん、中村さん、中村さん、こんばんは。でも全員中村さんだ。全員中村さん。俺中村じゃないから、ね。オセロ状態、オセロみたいな。ああ、ガローケン来た。あ、来た、ガローケン。って信頼度どんぐらいなの。
わかんない。なんしかも、保留。その牛が緑。緑保留。ね、圧力ってね、絶対に超えられない壁、おにぎりってね。確かに。超えられないんだったらね。ね、全部こうやってされてるんでしょ。そうそうそう。クリスチェンのが。超えられないんだったらね、迂回しちゃえばいいんですよ、これも。はい、おにぎり顔がやばいんで、中村おにぎりさんって最高の MC ですよね、分かってるじゃんね、ミドルだってマックスと変わらない、出ても続かないとかね、やべ、一回も疑似なかったねえ、いっそいやでもそ来ましたね、あ、来たね、顔顔は来ましたねねえ、おにぎり、髪の毛、後ろに薄めの、おにぎり、髪の毛、後ろに移す癖やめた方がいいでとね、ごめんなさい、ごめんなさいあ、こういうの良くないの、こういうの、後ろにあんのでもね、俺センターがね、ほら、見えるこれちょっと弱いんじゃないのねえ、あの、もう20分過ぎましたけど、当たりはまだですかとかね、頑張ってますよ今当たるかもはい、これちょっと弱いんじゃない、弱いね、緑だったし、はい、アズールさん、後ろでリーチ外れた時に実写じゃないし、プチュンっていうのやめてくださいとお客さんが打っててね、外れた時にプチュンはい、1富士2鷹3あずけん初夢にあずけんさんが出てきましたすげえないやそれはめでたい それ楽しそうだなそれいいのかな、それめでたいすげえプルプルしてた、はい、すげえプルプルしてた、はい、薄いぶっ飛ばすのでねただ画廊券は38% か 38% しかないのそんなもんね、ダメだわ、ね、松浦さん静かにってね券 40% ってね画廊券の信頼度 10% ぐらい諸説あんのかなマジか、おにぎりが最高何億払ったんだよとね8億ですよはいさあ、96名さん NG ですね。さあ、この緑で来んじゃない意外と。意外と。ほらほら。ぐる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 。そこで来い。来い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 。ノー。うわー、気配。薄いな。気配。はい、著白海、それはアズールの保留だよ。人の保留でも外れたからね。無理かねと。はい、後ろにするから、髪に負担がかかるから剥げる。あ、そうなんだ。じゃああんまこうやって後ろに下げない方がいいんだへえそうなんだらしいですよメモ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 とりあえず記事さんいや僕よくあのオールバックとかにその本当全員俺 のワックスとかでするんで俺の代に興味ねえなうるさいな話してんでしょうか今立ち悪い俺打ってる意味ある、ね、俺とアズールが喋ってんでしょうか今そうだよ全くもういいよ台とか打たなくても根本根本会話に参加しなさい君はいさすがに、弱すぎて草生えれてね、ガロケの信頼度低くてマジなやるあそうなんだあそうなんだ、まあその分あれですよねいっぱい来るってことですよね、うん、何なんだよこれ、まあ、いっぱい来る、まあ、チャンスがね多いっていうガロケも押し込めーっすっ、はいね、弱いってね3世の時代は2016年で終わりましたねマックス期でとなるほどね、はい、これ疑似さん言っても召喚できなきゃゴミだからなと、ねね、今消化できなかった、うんおにぎり明けおめ今年もよろしくお願いしますこれで飛んだこれで飛んだアズールさんのやつで飛んでったこれでさっきのガロー剣のやつ、はい、魔界マックスなくなって打つ台がないので、ほのぐらいを打っています、今日は一撃2万4000発出たよとすごい319では過去最高いやそれだいぶすごいですねすごいですね、いいなあれ ST でしたっけほのぐらいってあれ SD なのかなこれ SD だった気がしたなんかアズルさんの方がなんかいいんじゃないこれ何なんとなくいいんじゃないエピソードチャンスエピソードチャンスねはい著白海の保留なら当たってると思うねえそういえば連打系、ね、これ連打系はい、中村陽太って中村のりひろと親戚らしいですねってことで遠いね書き上げると、毛穴が広がってそのうち生えなくなるマジかやめようへねえチョさんあっち行けとかねなんでだよとりあえずなんでだよみんななんで俺嫌いよとりあえず時間ないから今のうちに告知しとけって早くない、ね、おお3個半か悪くないね悪くはないでしょ悪くないけどなんて言うんだろうねはい、おにぎりさん、その髪の毛が全てにおいてなくなる前にアズールにあげちゃうのはどうですかマジであ、ごめん、聞いてなかった毛穴移植聞いてないって何あ、毛穴移植毛穴移植みたいな、なんか毛穴移植なんかあんの今なんか臓器提供みたいな重いよね重いわ俺が死んだらこの髪アズールさんにみたいな感じですよ切ねドナーカードみたいなどうすんの合わなかったらねおエピちゃんとかね寒いからやっぱりおでんの煮卵美味しいですよねねえパイセンと美味しいよ自分もまずおでん頼むってなったら必ず卵は入れますあ卵いく絶対入れる、まだパイセン煮詰まってないから、ね、茶色くないんだよあ濃い、ね、真っ白だよ真っ白、うん、はい象形が決別いけばなとはいアズールはマンドゥーラは好きですかとマンドゥーラマンドゥーラ何それ
これ確か敵じゃなかったっけ、ガロの。おっ、刺さった。え、どうなのこれ。いっぱい、いっぱい刺さればいいんだよ。え、ザンマ剣スタンバイ。おう、ね、まあ、これ刺すってこと。これがスタンバイってこと。さあ、どうでしょう。あ、確定じゃんと。え、これ確定なの、ザンマ剣。さあ、どうでしょうか。さあさあさあね、アズールさんこの前お確定わらってね、あ、ザンマゲンストッカー確定でよともらった。そうなの。いやいや、どうだろうね。え、俺もう打たなくていい。いや、わかんないんじゃないの。マジでマジで、ここまで来て当たんないとか十分あるんじゃないの。さあ、ザンマゲン絶対来んじゃないこれ。押し込め、おー、来たー、やりました。素晴らしい開始。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誰に言ってんの、誰に言ってんの。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、当たりました、ガロー。とかね、来たよこれ、はい、アズルさんこの前ラーメン屋で、煮卵ツンツンしてたよね。とね、絶対しちゃいけないとツン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 とね、はい、俺はチョさん好きだよ、ウホーとかね。ウホーじゃない、そっか、そっちでしょ、ね。そうか、今年から1時間配信か、寂しいなってね。アデランス言っとくってね、ガロー剣刺せば弱いよ、ガロー剣を引き抜けがプレミア。そうなんだ、松浦さんは私は好きでよ、とりあえずメロンジュース歌ってと。いやです、はい、2やな、おめえってね。まだわかんないね。超破壊モテるでしょうと。モテない、モテたら今こんなんじゃないよ。はい、確定とかね、アズール、アズール、アズールって煮卵みたいな人。そうですね、確定ってね。ザンマ剣ストックは確定と、新規人の代で10連敗中ってね、マンバ剣。この間おでんツンツンしたのってパイセンでですよねと。こらこらこらそんなわけないでしょ。ろくでもないやつですね、ガロー。おめえってね、30分かからずに当たりおったとね。おめおめ2やったと思います。いや、これがね、2017年平塚でのパワーですよ皆さん。これがアズールです。これがアズール、よろしくお願いしますよ、ね。こっちとは違うんでね。ねえ、はい、昨日4万負けて、よし1画面でいいかな、うん、1画面でいいんじゃないかな、もうこれ帰っていいかな、ねえ、ここの克服ねえ、2やな。この後どうでしょうね、この後来んのかな。いや、来るでしょう。もう1個、もう1個 ね、7点しろってな。さあ、いけ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 、入んだ、入んだ、入んじゃねえ、あー、行かない。イエス、イエス、あー、行かないか、行かないか、60% でしょ。何回押し込みやん。 60% ですよ。65です、65。あ、そっか、ね、16ラウンドでじゃあ65か。はい、音だけないんだっけ、音だけベッキー、成宮こんばんはってね。いや、全員飛んだ人やめよ全員一回飛んだ人。いやいや、ベッキー戻ってきてるから、まあ、頑張ってるから。音だけさんも帰ってきましたよね。そう、正月ワイドナショー出てましたね。ワイドナショー出てましたね、はい、何喜んでんのよ、ぶっ飛ばすぞとね。超八海さん、アパレルを、はい、目指していて諦めたあの超八海さんですか。そう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 、すげえ詳しい。よく知ってる、よく知ってる。はい、アズールさんの名前って確か頭皮が後ろにズル向けだからでしたよねと。どういうこと。あ、ズルーってこと。違う違う違う、ズルそんな名前そんな由来じゃないから、ね。松浦さん今年の目標は何かあるってね、今より大きいブラジャーを大きいブラジャーに買い替えるとかと。今何カップだ、何カップなんですか今。今ね、どうだろうね、C ぐらいあんじゃん。今日105とかだった気がしたけど。105爆乳じゃん。超破壊爆乳じゃん。それ多分ね、測ったらね。超破壊、超破壊、爆乳じゃん。うるせえよ。測ったら絶対おにぎりの方があるって。平塚の爆乳超破壊だ。ね、この前アズールがいきなりアズールフラッシュってやってきて 目がやられましたね。やばいね、アズールフラッシュみたいなね。ケケケケみたいなね。何その必殺技、10秒間 目くらましが、あ、緑、お、緑オリだよ。赤に変わってほしいね。赤にならないか、引き戻しありますからね。はい、ねえねえアズール、初詣の時に今年こそは剛毛入るようにって祈ってきたよと。いや、何も言わなかったからな、お願いしとけよかったな。っていうか、お参りしてないじゃん。初詣してないからね。大前提、まず、うん、アヒルに餌あげてたわ、ね。アヒル、うん、アヒルいっぱいいた、なんか、はい、アパレル業界に就職した人が超絶ブラックって語ってたって、ね。うん、ああ、そうなんだ。大半ブラックですよ、ね。あれ、これでもしかして時短終わり、 10で終わり、もしかして10、20、100、ねえ、からの、あ、ない？あ、ない！終わっちゃった。早い。嘘でしょ。本当初当たり引いただけだわ。本当だ。つまんねえ。はい、新規人気の台って格変の質も落ちたよねということで。まあ、格変の質、ね、あ。中身は 65% 継続ですからね。ないわーってことね。はい、魔導兵器モードでも一応内部格変。あ、やっぱあるんですね。あるよと。あ、なるほどね。ありがとうございます。
はい、あの騎馬モード的な、あ、また緑保留だわ、はい、おにぎり、ゆで卵、フリートーク、適正ゼロの人はコツですうるさいようるさいだ、徐々に練習してきますから任せてくださいよ。で、名前を爆乳に変えよう。そうですねやだよ爆乳爆乳、平塚の爆乳おにぎり、放送終わってからぶん殴ってよ、ね、面白いじゃん、爆乳ね、爆乳いいじゃん、放送終わってから、ね、松村爆乳でいいじゃん、しばいてやるいいね爆乳、はい、アズールさんは尿検査でお茶を出したことはありますかってことね。どういうこと、アスカさん、ね、アスカさん、ね、やめよ名前出しダメ、ね、はい、アズール彼女とうまくいってると、言ってますよ、はい、アズールだからハゲるんで、いいアズールパイセンの師匠って、海原はるかかなた師匠ってマジですかってね誰誰、コアだな、こうあの漫才師でこうある、漫才師でもコアだ、こうやる人、こうやる人、こう、うん、こう振る人ね、はい、ないわって、ね、無能やわってことで、アズールさんは細川たかしの、髪型にか、あ、似てる、細川たかしさんの、はいはい、髪型にしてと床屋さんで頼んでいるのと、いや言わないっすよ、ね、単純にこのまま短くしてくださいって言います、ね、このまま短くて雑、ね、はい、アズールさん今年こそアートネイチャーアデランスリーブ21どれかに挑戦してみませんかみたいな、いやいいっすね、ちょっと挑戦してみようかな、そうそう、であの成功したらほらあのなんか一番生えた人の賞みたいなやつあのいやいいね、ちょっと発表やろうかな、発表するやつ、いや、ね、最初は半信半疑だったんですけどみたいなちょうど1ヶ月ごとだしね、そう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 、だからちょうどいい気がするね、ちょっとやろうかな、はい、ね、時短中とかね、何これ3世ぶっ飛ばすのってね、アズール何玉まで出ましたかと、あ、大体何玉、ライダーのフェイスオブガロン、なんすかなんすか、何玉、はい、今のあたりの玉数っていう ラウンド6ラウンドでしたよ、6ラウンド通常ですね、青保留なんだけど、エイジガロ来たよマジで、800ぐらいあります、 そんなないか、いやどんくらい、出玉はどんくらいだろうな、ね、あガロー券だよ、 ただのハゲだわとね、ガロー券3倍で、77% でも負けるのに 65% では負けるだろう、なんでやるのとね、はい、松浦さん、そんな爆乳ならグラビア写真集でも出せばいいのにってね、店舗景品でとか、あ、いいですねもうカレンダーとかもうあれだね、でも名前で呼ばれてるね、虚しくなるけどね、マジでね、胸でね、ペンぐらいなら挟めっかんの、あ、そう、うん、じゃあ松田さん、あれやろうよ、また同じやつだよ、カレンダー、カレンダー出そうよ、なんでだよ、1月から12月まで絶対買わない、ね、赤だ、あ、タイトル赤どうだろうこれ、分かんない、でも青保留なんだよ ね、はい、気候のもブラックですか、木下社長に投稿した方がいいですかとかね、やらないよ、全然全然、はい、松浦ちょい爆乳に名前変えようとかね、あ、またガロー犬、はい、おにぎり爆乳に超ハマってるねとね、たまたまね今日はガロー犬、はい、ガロー犬放流かける2、ね、魔導兵器モード、うん、時短10からのプラス10からの80で、無限確率、あ、レインボー、おお、マジか、すげえ、当たりました、最後の最後、いや調子いいじゃん、よこれ、あれそれアズールの保留だよね、しかもこれレインボーだな、これレインボーってね、俺の保留でしょ、はい、レインボー来たーとかね、これ入んのかな、いや、どうだろう、わかんない、最後のやつが、ね、押し込みがレインボーだったね、弱いとね、ハゲールは1000円カットですかと、1000円カットじゃないです、はい、押せ、ダメだ、来ないか、ね、アズールさん次回アフロのカツラかぶって出てくださいって、 やばい、昔あったよね、うち、ね、ダメなやつ、あったんだ、ね、あった、はい、緑赤は一番タイトルの中では熱いとね、弱いとね、超破壊、そうなんだ、はい、超破壊さんの爆乳は微乳ですかと、もうよくわからない、毛だらけですね、毛だらけですか、毛だらけですね、あんまりね、見に来てください、はい、そうですね、ぜひ店舗にね、見せてあげるよ、で、あの話しかけてくれたら、あのね、トイレ、あ、トイレのもうそれ、ね、やばいからやめよ、これで会話の内容やばいからありがとうございますみたいなね、はい、パッチやめて競馬競輪協定に転職しようかなと思うね、はい、これに、スピンシェイクが来れば結構期待できる、この間あのうち あの副主任の子がですね、はい、あれですよ、かまこ、はいはいはい、かまこが年末最後に競輪買ったら、はい、あの勝負になるどころか、はい、あの失格になってたって失格あの、はい、買った選手失格になってたって、あ、なるほどねでも払い戻しなんなかったの、なんで最悪じゃん、さあどうだ、いく、あ、
入らんなとかね。さあさあどれだろうだ。ガイガイガイ。おい。いいですね。お前もかよ。ね、豚足で連打はあかんと。豚足言うな。ね、レインボーでね、レインボーただの爆乳だよ。はい。超破壊おめでとうだったね。ただの爆乳でもよくわかんねえよ。はい。おい超破壊お前やっただろう。電圧上げただろう。いえとね。電圧上げたから飛んじゃうから。いいね爆乳。急に飛ぶから。はい。いいね爆乳はやれる子。ほら。ね。できることですね。超破壊さんがこの前聞こうなって超ブラックって言ってました、ね。全然言ってないよ俺。はい。弱ペダのパチいつってね。スロットはでももうすぐですけど、パチンコはもうちょっと先じゃないかな。3月ぐらい？もっと先？いやまだ来てないですか話。うん、ね、今回逆エンブレムでもカクカクじゃないっていう噂。あそうなの？ね、35倍引きすぎとかね。あはい、著白海さん、やった、おっしゃってね、また6ラウンドで、ね、見せますねと、まさかのね、そういえばおにぎりさん、駅伝の中継に映ってましたよね、フリーザの格好で、痛いやつをね、痛いやつじゃん、痛いやつしないから、ただの痛いやつだってね、いとしのおにぎりさん、今日も素敵です、ありがとうございます、ね、そんな人いるんですか。いやいや、最近もうやっぱね、拡大してるんで、もうびっくり、完全に、それはびっくり。いや俺あのジャンプの、あ、違うわ、あの雑誌の裏でちょっとあの変な石買ったんで、何やってんだよ。あれからちょっと調子いいですね。何やってんだよ。新流石、はい、ありがとうございます。もうあなたも買いませんか、ね、連打が足りんってね、終わったってね、失格って払い戻しになんないのかざまってね、はい、エマが出たら 100% 入るでってね、さあエンディングでね、35倍引き継ぎ、ペダルは3月の噂、そのぐらいですよね、うん、そうミドルだからって単発ばかりでいいのかとね、ちょっとね、これただでさえここ2人引き弱いから、ね、しかも10回転で終わっちゃうの。10回やめて、10回やめて、10回やめてよ、はい、10回やめて、待て、うわただの爆乳だわ、終わり、終わり、あれただの父だわ、ね、ただの父だな、それいや、隣のやつも同じだったけどな。なんで俺こんなディスられてるの。いやもう2人とも貧乳だわ。なんてやつだ。はい、OK ね、はい、35倍引き継ぎてね、はい、ね、スローはあってね、スロットが1月でしたっけ。何月だったかな、弱虫ペダル、あ、うち次入りますよ。あ、次の週か、次だっけ、はい、あ、次ですね、ごめんなさい、だから10日か、ええ、10日、多分最初の入れ替えじゃない、うん、10日ね、最初の入れ替えで多分入ります。うち入りますよ、スロットは10日、はい、CRSOD は著白海の爆乳が出てくればプレミアですか。そうですね、これ、もうここにいなくていいじゃん、本当にプルンプルンってしたらもう確定です。最低な、はい、おにぎりさんかっこいいそうです、ありがたい話ですもんね、かっこいいそうです。はい、はい、アズルパイセンと著白海はどんな時に下半身のテントが張りますかと、何の話だよね、監視のいやアズル、そのパイセンは常だから、ね、パイセンは、いやいやいや、パイセンはですね、いい卵を見つけた時ですね。あーっつってド変態だわ、もうこれいい、いい卵、ド変態だわ、いいゆで卵できそうみたいな、ビンビンってなってますからね。ド変態だわ、はい、はい、警察のせいで駅伝選手が車にひかれそうになる動画が上がってますが、運転席に中村おにぎりさんがいて嘘つけ俺なんでサブなんだよ、もうはい、中村さんかっこいい、かっこアズールさんだよね。ああ、ありがとうございます、はい、やったやった、ね、神奈川大学の選手を引いたのっておにぎりって本当に引いてない、引いてないからね、はい、おにぎりさんファンですなんて言うわけねえだろ、ぶっ飛ばすぞ、超ぶっ飛ばすぞ、超謝罪しろって、俺謝りすぎじゃんね、単発しか引けない煮卵で悔しくないのかと、ね、いやー悔しい、ね、悔しいっす、悔しいです、あの核片を引く煮卵に会いたい、あー確かにそれ優秀ですね、煮卵って何なんだよ、ね、おにぎりさん、ね、おにぎりさん、そんな怪しい石を手に入れてしまって心が病んでるんですかとかね、いやいやいや、物は試しだということでね、本当によくあるよね、ファンも増えて絶好調ですもんね、はい、こんばんはってね、今日も大阪から見てます、アナザーで2万7500発出してきました、すげー、すげー、そんな出るんだ、出んだね、何連したんだろうね、はい、おにぎり前髪を下ろした方がおでこ見えなくていいよ、あ、そうですか、うん、どうでもいいかな、いや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 、これ意外とね、ほら多分アズルさんも下ろした方がいいんだろう、お、こらこらこら、お、緑来た、ね、なんでそっちだけ反応すんだよ、え俺の時1ミリも反応しなかったね、単発終わった後で潜伏ってありですか、潜伏はない、なかったはずとかね、そうですね、尖閣はね、なくなっちゃいましたから ね、はい、旧基準なら核変入れば一撃期待できたのに、新基準機の核変はと、そうですか、ね、アスリートだもん、車ぐらい平気平気ってことね、どんだけ、はい、お、ギジさん、ギジさん
はい、継続どうだ、これいいんじゃないの、著白海の爆乳は走ったらバインバイン揺れるんですかとか、ね、結構ねバインバインスタッフの子がね私の父揺れるの見てね、うん、あの笑い怒られるのが辛いチャンスブルンブルンだそうですよ、というか駅伝の時って完全に交通規制するのかと思ったけど、そう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 普通に走らせてるんです ね、おにぎり気をつけろ、いや俺じゃないから聞いたの、はい、おにぎりさん初夢はハゲてましたかっていうね、初夢ハゲるとかさ意識しませんからねでもなんか初夢あの見ました、初夢見ました、僕めちゃめちゃ怒られてる夢だったんですよ説明でなんかあの夢占いで調べたら、はい、なんかあの寂しさの現れってきてました何なん、いやなんか寂しいからなんかそういう夢を見るんです、あ寂しさとあとあの孤独感孤独感を感じてるからそういう夢見るそうですわやばいなさようでみたいな ね、まあ、当たってるよバカ野郎と思って別れてからね本当にもうね祝1年バカ野郎もう1年も経った、もう経ちましたね、そうだね1年経つね経ちましたよもう、はい、あボタン震えてるけどでもこっからじゃいけないの発展、これで発展したらねえ行きそう、とりあえず発展してくんだけど、はい、ねえタクシーに当て逃げしたのって松浦さんですかと、はいお違うって言えよ、はい、平塚店のアナザーガロー最高連チャン回数はと、あどこくらいなんだろう、どこだ、あ40、あじゃあ24、あ27がありますね、27、はい、すげえな、ねえあっちゃんイケメンですねと思うね、はい、友達と乗り打ちした時に友達が7万発出しましたよ、すごいね穴がろで、うわいい乗り打ちだそれ、7万発いい乗り打ちそれね、はい、著白海焼かないのってね、おにぎりさんはベッカムヘアが似合いますよ、あソフトモヒカン、あじゃあ次バリカ持ってきますわ、おかしいだろ、でハサミも持ってこいよ、その場で違う違う違う、バリカ断髪式みたいになってんじゃん、図柄レベル、あ図柄レベル1からでね、エトゥーさんにちょっと新年の挨拶をしてきましたとかね、あ、はい、ちょっとね、ありがとうございます、著白海の貝殻 ビキニが 見たいですとかね、極みかもね、はい、水に5年ぐらい来てないんですけど、あそうですか海行かないの、海行きますけど海近すぎるんでしょっちゅう行けるんで、あああんまり、はい、普通に半袖ハーパンとかで行って、あーなるほどね、いやもういいよね、俺埼玉出身だからさ、あー海ないっすね、そう羨ましいよ、確かに湖しかないですもんね、川か湖しかないですもんねなんだって埼玉川か湖しかないですもんね、草加せんべいがありますよいやいや入れねえじゃん、なんでそんな草加せんべいありますよ、なんでそっちが違うそこしか言うとこない海 海の代わりに草加せんべいって全然釣り合わないでしょおかしいでしょ、ね、うまいうますぎるとかね、地震でかいとかね、あ大丈夫ですか、おどこでしょうかね、いや 今なんか今揺れてる、こっちかどうかあの分かんないですけど、気をつけてくださいね皆さん、この間もね関東でも地震あったんで、はいそうですね、茨城の方で、はい、著白海の葉っぱ隊が見たいですとかね、葉っぱ隊、はい、やった昔ガロ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 ホーテーとかね、はい、今年のクリスマスは著さんとおにぎりで過ごしてるの、はい、やだやだ、ね気候放送ってほとんどおにぎりだけど、やっぱ圧力さんは気候を捨てたんですかってことで、いやそうでもないですよ、圧力さん偉くなっちゃった、あっちゃんと俺半々ぐらいですかね、アズールさんは煮卵ヘアが似合いますよとね、それどんなヘアなの、ハゲ、うん、はい、おにぎり髪型じゃねえじゃんおじぎりさんは丸坊主が似合いますよとね、おじぎりね、おにぎりツイッターありがとう、2年前から応援します、今年もファイトです、ありがとうございます、2年前からいいですね、2年前からじゃあ俺がもうねあのまだ多分あの首が座ってない頃から、そうですね、だって飯テロしかしてないよ、ね、そうツイッター作ってから、いいツイッターですよあれね、はい、自信だと思うね、おにぎりの著白海はどっちが爆乳ですか、どうでしょうね、いや肉のダルダル加減で言えばおにぎりでしょ、いやいや僕って本当にそう、ミルク後でじゃあどうせ後で脱ぐじゃん、トイレ行くか、どうせ後で脱ぐじゃん、いやいやいや、ね、地震だけ結構揺れてるってね、ちょっと見たいおにぎりと著白海のダブル裸ってね、あやめて、松戸はあ松戸は地震だよとかね、大丈夫ですか、松戸、ね、はい、カラオケの帝王おにぎりさんですかって、ね、ありがとうございます、よく歌いますよ、カラオケ帝王なんですか、あ来た、いやお来た、いや昨日あの知り合いの人の誕生日会で、あ、はいはいはい、あハウリングオブガロー、いいんじゃない、いいです ね、 いいね、ちょっと揺れた、都内ちょっと揺れたよとね、100センチオーバーのお胸が揺れたと、プライベートで見たかった、はい、アズールパイセンはカッパだから川でも池でもいいじゃない、いやよくないいいじゃないですね、よくない、
平塚揺れてないのってこっちはあんまり感じませんでしたね。そうですね、はい、てかパチンコ屋さん結構ね丈夫なんでねあんまり感じないですよね。そうなんですよね。でも3階にいると結構やっぱ揺れますけどね。あやっぱ3階とかね、はい、高いところ駐輪場とかにいると、はい、ガロ、ガロ花、魔界かな魔界が2900ハマってたので、はい、すごい伸ばそうと思ったら30回で、単発で当たってしまいました。最高じゃないか、ね、はい、あ福島県ですね。来るかな地震が、はい、福島県そちらの方ねちょっと気をつけてください。はい気をつけてください本当に、はいね、どこが震源地ってもね福島みたいですね。アナザーガロってアニメのガロの台なんですかと。そうです、はい、炎の刻印っていうやつなんですけど、ね、はい、はい、おにぎりは今の地震を、自撮りして地震大丈夫って、つぶやきはあげないのそれ喧嘩売ってるでしょ、ね、NHK の速報機であってね震源地福島福島でね、はい、さあどうかな刺され刺さるか無理だな無理無理、はい、アズールさん28年前から応援してますとかね。お母さん28年前生まれてねお母さんだろそれお母さん生まれてないまだお腹の中だろ、ね、お母さんだろずっと応援してるのさおにぎりは硬そう超破壊はプニってしてるとかね、エンディングに2人のバスと比べようよって、ね、どんなエンディングなのやでしょ、ね、自信ありましたご注意くださいというのね、はい、松浦さんちょっと静かにとね。すいません。さあさあどうなるさあどうなるはい、残念。来ないね。はい、残念、大掃除ビフォーアフターを昔からの友達にネタ、あこれ俺のツイッターね、どうも。はい、地震教えてくれたリスナーさんありがとうとね。福島震度4ってね、はい。結構でかいですね。福島県の中通りですね。あ、はい、であとやっぱり、茨城県もの北部も揺れてるということなんで、ぜひね。あの気をつけてください皆さんあの、はい、地震には、はい、あの余震もね ある可能性ありますんで、はい、そうですね、あの毎月防災備品って、はい、あのお配りしてるんですけども、はい、月1でこちらの方もねぜひ来ていただければ、はい、この日はお配りするので、はい、だそうです、ね、ちょっと集めていただけると、はい、よろしくお願いします、はい、ねはい、松村さん、中村さん、中村さん、はい、こんばんは、こんばんは、はい、もうパチより2人の爆乳にしか興味が持てない。やめようか、やめようか、それ危ない人だよ、もう危ない人だよ、そこに興味いったら。いいですね、はい、本日もね、パーラー爆乳からお送りしておりますので、はい、よろしくお願いします、ね、ちゃうわ、はい、アズールさん、1億と2000な…失礼2000年前から愛してますと。ありがとうございます。アクエリオンですね。3000年過ぎた頃から飽きたんでしょ。そうそうそう。もういいかみたいなね。超破壊って正確にはイノシシなんだよね。まあ豚だねと。おい、まあ、正確にはね、はい。なんてこと言うんだね。正確には。茨城だぞとね。茨城。そうです。キーですね。はい。お兄さんのツイッター食い物情報しかないねってね。そう。キコの宣伝。せずにとかね、いやいやツイッターで上げてますよ。ただね、ただ比率として多いだけだから。正直ね、はい、あの上がってくる店ね行きてえなってとこ多い。ぜひ行ってぜひ行ってあの外さないから、ね、アズールの頭舐めたいいいですね。ぜひぜひぜひパーラー平塚あの気候の平塚来ていければ後悔しかしねえぞ、はい、絶対来ていただければはいあの、はい、前中後ろどっから行きますかみたいなね前しかないわ中って何前しかないわ前中って何何がだから前はおでこの方でしょあであの中が、まあ、つぶじらへんで後ろが襟足から必勝3つの部位がありますんでみたいなねアズール何回転と今ですね、はい、107ですね107回転はい、はい、うちですねはい、あず、超破壊が防災備品を横流ししてるって本当ですか、はい、確かな数字からの情報なんですがとかねいやないです ねなんだって、うん、うち防災備品揃っちゃってるからねサービスね、東日本震、の震災の時は仙台のパチ屋さんにはお世話になりました本当に助かった、キコーナじゃないよとかね、まあ、出店してないんで ねないですね、はいアズールさんあなたと合体したいただの気持ちいいってやつですね言っちゃいけないアピールだよあなたと合体したいなんちゃらアピールだよそれ、ね、いやそれねおにぎりさんの言い方も悪いと思う、うん、絶対あなたと合体したいどんだけちょっとピーコ入ってるピーコピーコが多すぎか出てきてる、ね、くっつけてやるんだっつってねはいおにぎりさんのおすすめのお店を3つ教えてくださいとかねこれ何でもいいんですかねでも基本的にやっぱ僕上野が多いんでね上野のとんかつの武蔵屋さんと焼肉だったら、神保町食肉センター
これあの ランチの焼肉が950円で45分で食い放題なんですよ。安っ、いやめっちゃいい。 しかも新鮮なんで超いいですよ。へえ、はい、じゃあ今度おにぎりお願いします。あ、全然いいですよ。あの、ってくれるんすか？上野来たらいいよ。あ、行きますわ。うん、待ってる待ってる。連絡取れるか分かんないけどね。何か来れる人います何か来れる人いますか？なるほどリスナーさん連絡取れるか、その時連絡取れるか分かんないけどね。たまたま、はい、松浦さんの爆乳は南国育ちのジョディと比べるとどっちが大きいですかと、ね、どっこいどっこいでしょ、ま、負けてないね。はい、超破壊はツイッターやってるんですかと。やってますよ。やってますよ一応ね。あとちょっと待って、はい、私もやってるんですけど、はい、アズールパイさんもやってますよ。やってるんですよ。謎のね、はい、黒人2人に挟まれてるちょっとね危ねえ画像なの、ね、何があったんだろうって毎回思ってんだけどね。いいでしょあれ、ね、真ん中でなんか笑顔なんだよ、ね、え、今日は格変見れないんですか？本当にがっかりです。本気でしゃしゃらしてください。すいません、おにぎりお前からって、ね、とりあえずガロに謝ってください爆乳と。アズールさん2064年にいいことがありますよとだいぶ先、だいぶ先だね。2064年、はい、多分ね、めっちゃ先いない、ねえ。おにぎりのツイッターは食べログとズブズブってマジ。あ、まあでも食べログ参考にしていくことが多いですからね。そうなんだ。はい、ハゲールのおでこ甘そうとね。今日で1時間もう1時間放送もそうですね。そうなんですよ。アズールそろそろか。もうそろそろですよ。あとね3、4分。ですね、はい、アズールハゲるからって勝手に ボタン押すのやめてねと、はい、小玉がへそに入った時に鳴る、あ、音が鳴ると確定ですかと。どうでしょうね。どうなんですかね。いやでも保留変化でも音が鳴るからね、一概にはやね、もう、ね、うわーってね、もうすぐ1時間だったね、はい、アズールの中って、口かと思ったじゃんとかね。アズールのな、あー、なるほどね。どういうこと？アズール煮卵カップ、おにぎり G カップ、松浦さんワールドカップワールドカップ、ワールドカップ、ね、あと、ね、なんで俺勝手に滑らされてる、はい、ねえ、これ核兵器嘘でしょ。本当だよ。1時間早すぎるよって、ね、いや早いですね、もう終わりか。ねえ、その焼肉屋は1人でも大丈夫ですかねってね、無理そうなら、でもあれでしょ、おにぎりずっと1人でしょ、ご飯いつも一人でしょ。いや一人で食うことも、あ、でも全然ありますけどね。むしろ多いから一人ででも大丈夫ですか。一人でも全然いけますよね。そうですね、一人でも別に全然大丈夫です。むしろ一人の人そこ多いですもん。多い2店舗しか紹介してない。あ、すみませんね。松浦さん、あなたを殲滅したいとかね、はい、殲滅したい、はい、しましょう、しましょう。無理そうなら福神でレバニラ、まあそれもうまいけどね。今日8回1000人ぐらい連れて行きますね。一緒におにぎりにおごってもらおうぜ。とりあえず赤羽行きましょう。ただ来てもいいですけどね、連絡が取れるかどうか分かんないですよね。大丈夫です、 LINE してるんで、はい、最近思うんだけど、おにぎりは孤独のグルメ目指してるの。あ、でも好きですよ孤独のグルメ。木下社長に抗議するってね。アズール消してますね。アズール探してみるねってね。酸性フラッシュのことかねってね。へそ下の S のところが光って変な音がすると。これ？ああ、そこあんのかな。はい、こんばんは。今年、初打ちで勝てました。なので、おにぎりランチを奢って、逆に奢ってくれ。いいですか勝ったのに。さあということでね、いやちょっと格変見たかったけどな。早いですね、1時間。何これ、ステンドグラス、ね、絶対ミスるやつじゃん。ほら、あとワンチャンあるかな。ないかな。ないでしょ。ない。はい、アズールはいつ店長を踏み台にするんですかとかね。いやいや、踏み台にはしないですよ。一緒にね、協力しますから。おにぎりの部屋に住み着こう、著白海とかね。あ、いいじゃん。臭そうね。いや、もう大丈夫、もうあの掃除したから。臭そう。友達が掃除してくれたから。なんで自分でやんないのよ。ダメ人間、ただのダメ人間。ダメな人。はい、ということでね、いやなかなか当たらないね。あ、当たんないですね。はい、ということでじゃあエンディングです。いや、ほんと早い。ただね、どうする天使の羽。でも一初当たり2人引いてますよね。ということはやっぱおにぎりさん、俺、うん、ちょっと待って、ね、じゃあ先にね、告知やっちゃおう。ええ、そうっすね。はい、お疲れちゃうんってことね。時間ないな。純喜行こう。はい、お疲れした。お疲れさまです。ちょっとね、残念ながら格変に入ることはできませんでしたが、はい、ね、まあ、1時間放送なんでね、はい、まあ、しっかり2人とも当てましたからね。そうですね、はい、一応そこら辺はね、いいからもう終わりとかね、孤独のグルメ新宿制作ってね、はい、ね、昨日マイナス 2K 大義とかね、お疲れちゃってね、爆乳はよハートとかね、はい、もう終わりとかね、あれサドンデスと遅れたお詫びはないんですかとかね、すみません、1時間ぴったり終わりなんですよ、申し訳ない、ね、申し訳ないですね、はい、1年、ん、新年一発目でおにぎりくん脱ぐのかとかね、はい、そうですね、どうしようかな。けど爆乳爆乳言われてるから、ちょっとこっちもこっちでありな気がするけどな。確かに、まあ、2人でやりますか。じゃあ最後ね、じゃあ告知、はい、
いや、なんでさらっと2人でやりますかとか言って、じゃあザキラー自分でやりますね。はい、明日ですね、9機種56台ご用意してジャグラーシリーズ、はい、ご用意しておりますのでご来店お待ちしております。はい、はい、まーす。で、続いて1月10日ですね、寝台理解です。はい、こちら、まあ、とりあえず目玉機種やっぱモンハンと戦国乙女、はい、319なんですけども、まあ、個人的には弱虫ペダルいいかなと、はい、あとはね、結構ホールさん導入してるとこまた増えてきてるんですけど、はい、モンキーターン2も入れますし、うん、あと結構コアなファンが多いシスクエ、あ、いいですね、ですね。でパチンコはやっぱり他のとこだと入んのかなっていうような台になるんですけども結構 ね、内容はね面白い、豊丸のソフトオンデマンド、はい、これはぜひですね来ていただきたいかなと思います、うん、はい。で低価値コーナー5スロ2スロへバージ3が入りますし、オトフェスとかですね、低価値にも入りますんで、はい、ぜひとも低価値ユーザーの方も来ていただきたいラインナップになっております。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、ね、よし、残り時間は爆乳美談しようってね。はい、3人にね、なんかね、はい、超破壊おにぎりに優しくしてあげてねちょうどよく、私も超破壊に優しくする。何なってんの、ここ見えます、見えますここ、ちょうどよくね、初日の出サンライズ、こらこら、こらこらこら、よろしくお願いいたします。お願いします。しますね、シスクエようやく変わってね、おにぎりな個人的な責任でやろうとかね、ないんです、責任はね今年のた、今年も楽しいこと言うよろしくハゲーとかね、お願いします。アズルさん、暑かったら頭の被り物取ってもいいんですよとか、ね、ありがとうございます。取れない取れない、はい、ということでね、はい、じゃあやりましょう。ぜひともね、脱ぐの、もちろんもちろん、やばい、あと1分半、純喜も純喜も俺脱ぐのクソめんどくさい、あと1分半しかないよ、あと1分半で脱ごう、あと1分半しかないよ、あと1分半で脱ごう、1分半脱ぐの脱ぐだけちょっと待って、脱ぐだけ、脱ぐだけって言う意味だ、脱ぐだけで終わりそうで嫌なんだけどじゃあ自分が両手でね、こうパーンってやってあげるから、最低なんで俺食らわなきゃいけないんだ、まずほら、脱ごうって来てるしね、うん、やりましょうやりましょう、新年早々のクレームとか、あの来ない、これ汚ねえよみたいな感じ、汚いでしょね、どう考えても汚いでしょ、我々時間ないから急げーって来てますよ、はい、ただのおっさん2人の裸だよ。おにぎりはヨガまだやってんのって来てますよ。あ、まだやってるんですか。はい、でもちょっと正月はあのジムが休みなんで、あー、なるほどなるほど、ちょっかいポロリありますか、はい、ありますよ。何がポロリすんの、早く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 、さあ漢字テストだ、やめましょう、もう時間が時間なんだね。そうですね、はい、いやもうさ、そのポーズは良くないと思う、なんなんですかひどいわ、俺なんで今脱いでんだろあーデブ2人暑苦しいわでしょ、なんで俺脱いでんの、はい、はい、じゃあみんなで合唱、歌ってね、合唱はい、これ見えるかな、でバーンっていくから、見える、映ってるかな、はいはい、大丈夫ですね、映ってますね、はい、痛えな、じゃあこんな感じでいくよ、こんな感じでね、そうですね、はい、みんなで歌おう、はい、せーの、ラララランドセルはてんてんてん天使の羽だー、ない、いやいいな、いつも俺なんで、いやいつもこの役はいいわ、わしなんで、楽しいわはい、ということで、はい、はい、お疲れ様でした普通に対し、はい、ということで皆さん2017年もキコーナチャンネル関東版、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということで皆さん本日もたくさんのコメント、ご視聴どうもありがとうございました、ありがとうございました、またお会いしましょう、さよなら、はい、さよなら、痛いよ痛いよ痛いよ店舗すべてお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。すべての人々に愛される、頑張りが実を結んだ、お客様が満足できるようになっていく、ありがとう。でもまだまだこれから200店舗300店舗とノーツコーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず
頑張れー。